公楽園ホール入り口前通路からの風景、東京ドームシティ内の風景公楽園、ホール正面エントランスで入り口公楽園ホールは、株式会社東京ドームが運営する多目的ホールである。東京ドームシティ内の公楽園ホールビルの5階に設置。同じ木沢市には公楽園ホール展示会場もあり、各種会議や講演会などに貸し出されるほか、 本ホールでのイベントの際のサブ会場を呼び、スタッフルームとして利用されている。1962年1月15日に開場し、4月16日にオープンした。当初は、ボーリング場を中心に、サウナやレストラン等が入った、ボーリング会館として開業し、ホールは当初は、後楽園ジムナジアムの名称で入居する形を取り、日本初の社交式ホールとして、 話題を呼んだ。コケラ落とし工業は、放置ダイナミックグローブ。1967年には、ホール名は、後楽園ジムナジアムから、現在の後楽園ホールへ解消されたほか、ビルの名称も、ボーリング会館から、後楽園ホールへ解消された。その後ビルは、モダンレトロ調の外装となり、1973年には、 ボーリングセンターが後楽園アイスパレス跡地に完成した黄色いビルに移転したのに伴い、後楽園ホールビルへ1983年に青いビルへそれぞれ解消されていたが、2014年7月1日に耐震化を含む大規模改修を機に外装を現在のものとし、後楽園ホールビルへ再度名称変更された。2007年から喫煙室以外では、 全館禁煙となった。前身は、行動館本部の文京区カスガ店に伴い、閉鎖された、旧行動館本部水道橋道場を改装し、1958年6月8日に、開場した、高楽園ジムナジアムである。外堀通りと白山通りが交差する場所にあった。1955年に、日活に売却されて閉鎖された、芝スポーツセンターに変わる。 ボクシング常設会場として作られた。発案者は計画当時の後楽園、スタジアム社長で、日本ボクシングコミッションコミッショナーでもあった、田辺総栄。日本テレビ、ダイナミックグローブ、KR テレビ、東洋チャンピオンスカウトが、毎週後楽園ジムナジアムより放送されていた。アマチュアボクシングでも1959年、東京国体や全日本選手権の会場として、 使用された。新装された当時も後楽園ジムナジアムであったが、後に、後楽園ジムというプロボクシングジムがオープンしたため、混乱を避けるべく後楽園ホールに解消された。後楽園ジムナジアムの建物は、後楽園ホールビルに、ホール機能を移転した後も、後楽園アルバイトセンターなどに使用されたが後に、解体された。ボクシングやプロレス。 キックボクシングなどの格闘技の興行で頻繁に使用されることから格闘技の聖地、格闘技のメッカなどと呼ばれ、目の超えた格闘技ファンが足しげく通うことで知られる。2013年1月期のイベント総開催数は371回で、そのうち格闘技関連のイベント開催数は329回に及ぶ。自前でリングの手配。 設営が必要な他会場と異なり、後楽園ホールではリングそのものを所有し、案内係もホール側が手配し、設営を含めたパッケージ料金で会場提供を行っている。特に日本で行われるプロボクシングの試合は4回戦から世界戦まで多くを行われ、1年のうち全国で行われる。試合数の半分が後楽園ホールで行われているという。 前世紀には、休日に1日で昼と夜の2回工業が行われることも多かった。世界戦は、基本的に収容人数5000から1万人程度の大会場を使用するが、中規模の高楽園ホールでも初の世界戦として1970年8月23日の WBA 世界ジュニアライト級王者、小林博士の5度目の防衛戦となる。 アントニオ・アマイア戦が決行されて以来2012年3月まで55試合開かれている。女子の世界戦は大半が後楽園ホール開催となる。全日本新人王決定戦なども毎年開催されている。日本プロボクシングにおける重要な会場としているため引退セレモニーはタイトル獲得者あるいは功労者と認められた選手のみと規定されている。 試合ではないが、モハメド・アリやマイク・タイソンの公開スパーリングにも使用された。明日のジョーや、はじめの一歩など、漫画作品の作中にも数多く登場している。格闘技工業の際に設置されるリングは、日本各地で行われる、プロボクシング工業のリングの基準となっている。また、JBC 事務所が高楽園ホールビル6階に構えて、 いるのに加え日本プロボクシング協会、東日本ボクシング協会など、プロボクシング主要組織の事務所が隣接する黄色いビルに入居しているため、グローブの管理、保管もしており、関東周辺で行われる工業には、ここからグローブが貸し出され、プロテストも同ホールで実施されている。アマチュアボクシングでも関東大学ボクシングリーグ戦一部二部の会場とされているほか。 過去には全日本大学ボクシング王座決定戦や全日本社会人ボクシング選手権大会も開催され2010年4月には全国国公立大学ボクシング大会が初めて開催された初めて開かれたプロレス工業は1966年11月25日の日本プロレスでメインイベントはジャイアントババ VS ルイス・ヘルナンデスの3本勝負であった プロレス工業は長年日本プロレスが独占的に使用していたが1972年11月6日に全日本プロレスが日本プロレス以外のプロレス団体では初めて後楽園ホールで工業を行った。ババはバーン、ガニア、ハーリーレースとの3000試合連続出場記念試合、デビュー30周年記念試合、歓歴記念試合をすべて後楽園ホールで 開催している。日本プロレス崩壊後は各団体が進出するようになり、1973年5月28日には全日本女子プロレス、同年7月6日には新日本プロレス、同年9月26日には国際プロレスがそれぞれ初進出した。1976年12月3日に開催された国際プロレスのラッシャー木村 VS ジプシー。 上野岩世界ヘビー級選手権は、高楽園ホール初の金網デスマッチとなった。国際プロレスは、高楽園ホールを、都内のビッグマッチ会場としたほか、その後も金網デスマッチを行っている。国内の主要プロレス団体は、定期的に興行を組み、年間スケジュールの軸をなしている。一方で、インディ団体は、ビッグマッチでの使用となるため、 高楽園での興業を成功させることが団体として、一つのステータスとなる。2013年6月15日、高楽園ホール初の刑事 MMA として、ディープ刑事インパクト2013インコ楽園ホールが開催された。格闘技等を行う会場としては珍しく、飲食物の持ち込みが可能であり、場内でも飲食物が販売されている。 階段の壁を埋め尽くす落書き後楽園で使用されているパイプイスファンが1階までの非常階段の壁に選手に対しての応援や避難の落書きを無数に書いている。これは消すのが追いつかないだけであり許可されていることではない。なお、使われているパイプイスは場外乱闘等で破壊した場合一脚5000円で弁償となる。大日本プロレスの工業では 一回の興行だけで20客前後を破壊したことがあり、大日本の中継番組、大日大戦では、毎回、実況を務める土飯坂江次社長と解説の須山、広しつぎによって、ネタにされている。2012年の、ボクシングの日には、袴田事件で無実を訴えている、袴田岩尾に対する、速やかな再審開始と釈放を求め、 袴田シート2席がリングサイドに設置された。そして2014年のボクシングの日に、袴田本人が招待された。商店日本テレビとスタジオ契約を結んでいるため、同局系列テレビ番組の公開収録で使われることも多い。商店などの公開収録会場として知られており、かつてはスター誕生や深夜放送時代初期のザ・鉄腕。 ダッシュ、金ちゃん、カトリ・シンゴの全日本仮想大賞などでも使用されていた。これらの格闘技以外の場合は、ステージを設置する、関係上、通常、南側の席しか使用しないが、ダウンタウンの楽器の使いあらへんで、の企画、山崎 VS 森万ようにリングを設置して、公開収録を行う場合もある。また、観客を入れずに単に、 番組収録スタジオとしての使用もある。なお、前出のこけら落とし、ダイナミックグローブは、日テレで放送された番組である。同じくプロレス初開催も、日本プロレスの放映権を持っていた、日テレの仲介で実現したものであり、さらに全日本プロレス初進出も日テレが、中継放送した。また、プロレスボクシングの興行の模様は、一部を、 運営会社である、株式会社東京ドームが出資する、東京ケーブルネットワークが、技術協力しており、ガオラ、サムライ TV、ニッテレジータスなどを通して、全国のケーブルテレビ CS 放送、IP 放送向けで放映されている。またラジオでは、文化放送、水木奈々スマイルギャング700回記念公開録音が2015年10月6日に、開催された。 競技ダンス大会の会場としても高楽園ホールが使用されており、足元の床板が競技ダンスに対応した仕様となっており、競技会が年に十数回程度開かれている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で高楽園ホールの建物や天井にも損傷が認められた。運営主体の株式会社東京ドームは、 高楽園ホールが入る青いビルが地震発生時点で竣工から間もなく半世紀を迎える古い建物であることと同年1月に同じ敷地内にある東京ドームシティアトラクションズのアトラクションで死亡事故が発生したことを踏まえて安全対策に慎重を期し日本ボクシングコミッションに要請して発生当日の11日に予定されていた3 ハサまじむ一門会の試合を急遽中止した。さらによく12日に予定されていた女子トリプル世界、タイトルマッチ、14日のダブル、日本タイトル戦、スーパーフライ級の佐藤陽太 VS、河野公平戦、そして、スーパーバンタム級の瀬戸美紀人 VS。 玉子市厚平線をメインにした工業もすべて中止、13日以降も OZ アカデミーなどのプロレス工業が中止、延期された。その後、竹中工務店によって安全確認がなされ、3月21日のアイスリボン大日本プロレスから稼働を再開。4月に入ってからは順延された分を含めて工業が再開されている。一方、 商店の後楽園ホールでの公開収録も4月16日23日30日に予定された分がすべて中止された。これらの収録の観覧者募集の時期が、上記の使用自粛期間と重なり、利用再開の目処が立たなかったためである。収録自体は別の場所で行われ、番組も通常通り放送されている。なお、6月4日から後楽園ホールでの 商店の公開収録が再開されている。後楽園、ホール当日券売り場その後本ビルは耐震工事を実施。このため3階に入居していたサウナ、東京ドームは2013年8月に閉鎖され、災害時に夜間の視認性を高めるためビルの外装色を、前述の通り青系から茶系に変更することになった。また、1階エントランスに設置されていた。 当日券売り場が1階カウンターに設置された。東京ドームシティホール後楽園ホール完成前には、後楽園球場において、白井義雄の世界線や力道山が、ルーテーズの持つ NWA 世界ヘビー級王座に挑戦した試合などを開催。その他後楽園競輪場や、後楽園バレーコート、ローラースケート場、後楽園アイスパレスで、日本王座戦などが行われた。 1964年、東京オリンピックボクシング競技会場も、アイスパレスであった。後楽園ホール開業後、格闘技会場はホールに、ほぼ集約されるが、東京ドーム開業後はドームでも格闘技の、ビッグイベントが開催されるようになる。現在東京ドームシティ内では、後楽園ホールの他にも、ミーツポートの地下に多目的ホール、東京ドームシティホールもある。 一時期、原油価格高騰の影響で、2008年8月から2009年12月まで一6300円に値上げされた。なお、袴田は2014年3月27日、死刑執行及び放置の停止、再審開始が決定した2011年5月1日から6月5日の、放送文では通常司会者挨拶の時に出される。 高楽園ホールのテロップが消されている。また、番組オフィシャルサイトの放送内容のページにも収録場所が記載されていない。ありがとうございます。